旧駅舎の三年駅は、秋田県仙北郡三里町半詰あ座東山本に、ある、東日本旅客鉄道を追う本線の駅である。一帯が、あと三年の役の古戦場であったことによる。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線ホームを有する地上駅。互いのホームは、古線橋で連絡している。横手駅管理の無人駅。 2012年4月20日に JR 東日本は2013年に開催される秋田デスティネーションキャンペーンとそれに向けて2012年に開催されたプレデスティネーションキャンペーンを見据えて秋田を訪れる観光客を綺麗な駅舎で迎えることを目指して当駅の建て替えを行うことを発表した地元の三里町との合築で行われ2012年12月22日に 供用開始された。五三年の役古戦条であることにちなんで、武士の兜をイメージしている。外観は、回廊や、レン窓などを設置し、白壁、黒格子、丸柱で落ち着いた雰囲気を表現している。駅舎内には、ギャラリーとして五三年の役を解説する、パネルなどが展示されている。木造平屋建て42平方メートルで、駅施設。 都市施設ともに21平方メートルある。3番線は上下双方の入線、発車に対応している。ありがとうございます。